こんにちは、アンゴロです。2018年11月27日、仮想通貨 YouTuber のナゴリンゴ氏が仮想通貨という呼び方を卒業して、今後は暗号通貨と呼ぶと発表しました。ナゴリンゴさんはイケメンボイスとして人気のある仮想通貨 YouTuber です。主にビットコインと主要アルトコインのチャート分析をもとにエントリータイミングのアドバイスをしてくれます。俺もかっこいい声にチャレンジしてみようかな。じゃあ、アロです。なんか違うな。ナゴリンゴさんが暗号通貨と呼ぶことにしてきっかけは、11月26日に金融庁が仮想通貨の呼び方を暗号資産に変える検討を始めたことです。ナゴリンゴさんは暗号資産ではなくて暗号通貨と呼ぶことにしたそうです。だいぶ前から仮想という言葉を通貨につけるのはあまり印象は良くないという意見が多いです。仮想辞書で調べると、事実ではないことを仮にそう考えること、仮想しての想像、この意味を読むと現実に戻ったら消えてしまいそうな印象を持つ人もいそうです。なんで仮想通貨にしたんでしょうね。仮想英語で言うとバーチャル、バーチャルといえばバーチャルリアリティ、日本語で仮想現実。もしかして話題の仮想現実から仮想を持ってきて仮想通貨にしたんでしょうかね。行政機関が発行している資料も仮想通貨という名称を使っているので、現在は国を挙げて大多数の人が仮想通貨と呼んでいる状況です。ちなみに仮想通貨は仮想現実のように消えるものではなくて、持っている仮想通貨の枚数は持ち続ける限り絶対に自然消滅することはありません。理由は暗号理論をもとに作られたブロックチェーンがあるからです。ブロックチェーンのどこが暗号なのかについて軽くおさらいしておきましょう。ブロックチェーンはブロックと呼ばれるものが一方向につながってできています。ブロックの中にはアドレス A からアドレス B に 1BTC 送金のような取引が複数個詰まってます。そしてブロックに含まれる取引すべてを暗号理論によってハッシュ値を算出して、このハッシュ値を次のブロックに持たせることでブロックがつながっていきます。このハッシュ値が暗号通貨と言われるゆえんです。次のブロックは前回のハッシュ値と今回の取引をもとに新たなハッシュ値を導き出すので、ずっと前の一番最初のハッシュ値も今回のハッシュ値に影響を及ぼしていることがわかります。これがブロックチェーン。話を元に戻して、金融庁が仮想通貨の呼び方を暗号資産に変更することを検討しているそうですが、暗号に変更は良くても資産に変更するのには反対です。資産とは土地とか家とか証券とかお金とか所有している財産のことなので価値がある印象にはなりますが、流動性を感じない人が多そうです。暗号通貨は流通してみんなが使うようになって価値が上がるものなので、資産と表現してしまうとなんだか大切に保管しておくイメージになってしまいませんかね。例えば金とかダイヤなどの貴金属は希少性だけでなくて物質が存在して重みや見た目に美しさがあることによって価値を感じさせる効果があるので、資産として大切に保管しておくのもありだと思います。一方、暗号資産は手に取って見れる物質がなくて重みや見た目の美しさも感じることができないので、通貨として使われなければ欲しい人は少なくなる可能性があります。土地はその土地で事業をしたり家を建てたいと思う人がいるから価値がつき、家は住みたいと思う人がいるから価値がつき、株は配当がもらえるから価値がつく。このように物に価値がつく根本の理由は、衣食住の何かに使える、もしくはそれを持っていれば生きるために必要な何かがもらえる、もしくは見た目が美しいといった理由です。暗号通貨を持っていても配当はもらえず、
暗号通貨を食べることも切ることもできません。なので暗号通貨の価値を決めるのは一般的な決済手段として普及するかどうかなので、流動性を感じさせる名前が適しているということになります。英語の名称はクリプトカレンシーで、クリプトは暗号という意味で、カレンシーは通貨。やはり暗号資産ではなくて世界共通語に合わせて暗号通貨という呼び方に私は一票を投じたいと思います。名護さん署名活動しないかな。以上、名護リンゴ氏が仮想通貨という呼び方を卒業したについてでした。また次回お会いしましょう。